19になります。いないです。半年ぐらい。私が受験で、で相手は指定校推薦みたいな推薦だったんで、で私が受験だったんで、なんかそれで会う機会が少なくなって冷めたみたいな言われてです。あります。会うのは一人で、一人です。積極的になんか話とか進めてくれて、待ってる感じじゃなくて自分から聞いてくれるみたいな、いろいろ電話とかメッセージとかでそういうのがあったんで会おうかなって思う。ぶっちゃけ思ったよりメッセージとかとギャップがあって、実際会ったらあんまり話さないタイプだったみたいな感じだったんで、それで終わりでした。その日はなんか自分が喋るの好きなんで、なんとか自分が喋って、まあ帰るかなぐらいの時間で帰りました。いきなりその男性写真みたいなのがポンって送られて、どうぞみたいな。わかんないです。そういうのだなみたいな感じで消してるんで。靴下とかローファーとか3000円からとか、そんな感じだったか。やってないですそういうのみたいな感じで断りました。夜歩いてて、なんか知らない人に声かけられて、今から空いてるみたいなのは言われたことあります。一旦走って、バイト帰りだったんでバイト先に戻って、しばらくそこで待ってました。また来るんじゃないかなみたいな思ってたんで、人いたんでバイト先には、だからそこで一旦待機させてくださいって言って待ってました。話をよくしてくれる人、自分からとか、あと自分の話もするし相手のこともちゃんと聞いてくれるみたいな。自分の好きなこととか趣味とか最近やってることとか、一緒にこういうことしたいねみたいな、そういう話でも楽しいと思います。何でも嫌だみたいな感じで言う人、こっちが何か提案して全部嫌だだけでやめるみたいな、それ言うなら提案しろよみたいな思うんで、大人数とかじゃなくて2人でご飯とか仕事とかならいいかなって思うんですけど、2人で会うことを秘密にしたら、それはないです。すぐ連絡して、でもどんだけ付き合ってても別れます。本当にないです。浮気っていう形でそうしちゃったらバレた時にめんどくさいっていうの分かってるんで、好きな人が別にできたとかだったら別れてからとか、そういう感じにしたいんで、自分はなしです。最初からそういう場に行こうってならないんで、自分がだからです。付き合ってから相性悪くて本当にそれが無理ならそこで別れてもいいと思ってます。改善してこうよみたいなことをしてっても、本当になんか相性が合わなかったなみたいなのがあるんだったら、そこで別れます。頻度が合わなかったら。18歳、彼氏、そうです、彼氏の家で映画とか見ててしばらく経ってからみたいな感じです。ないです。よく言ってたけどみたいな、だけどいつもはなかったからなみたいな感じです。まあ時間も経ってたんで、付き合ってからこんぐらいかなみたいな思ってました。私はあんまりなかったです。男の人ってあるって言うじゃないですか。それがあったのかないのか知らないんですけど、その後もなんか話しかけてくれたりしたんで、よかったです。あった方がいいと思います。5分以上は、30分。
系ではないです。あんまこっちはやってて気持ちよくはないから、なんかやってても何とも思わないんでみたいな。嬉しいです。すぐみたいのだったら気分にもなってないし、体も準備できてないかなみたいな、なんでやってくれた方がいい、手の方がいいです。自分は口でやられてもそんななんかきつくなんないんで、手の方がいいです。つけてました、避妊のために。でそれでも絶対つけます。あんまないです。向き合ってれば、後ろからとかだったら見えないんで状況把握できないしみたいな。顔も見えてるし、嫌なら嫌って顔してくれるだろうなみたいな、それが見えるんで。週1か2くらい疲れちゃうって思わないです。3ヶ月に1回ぐらい、そういう気分になるのが自分はそんぐらいなんで。道具とかは使わないです。高校1年生とかなんで、16? ツイッターとかでそういう漫画みたいなのが流れてきて、そういうのあんのかなみたいな感じでやりました。漫画とかの方が多いです。お気に入りとかはないです。なんかあったものを見てるだけなんで。2回です。夜と夜やったことなかったんで、2回もやるんだみたいなのは思いました。自分は朝はやりたくないんで、夜に頑張っても3回か4回ぐらいじゃないかなって思います。朝寝起きすっごい悪いんで、朝に準備もかかるし、機嫌悪いんで元気になるのも時間かかるしみたいな、もう全部時間かかるんで。2人です。あ、ないです。まだ大学入ってすぐだし、友達とかはそういう場に行きたいとかそういう感じだったんですけど、自分はあんまり興味なかったんでなかったです。許せます、もう仕方ないから。でも時間が経ってから、何ヶ月か付き合ってからとかならいける気がする共働きの方がいい。自分が仕事やりたい人なんで、自分も仕事していきたいなみたいな感じです。800、わかんないですけど、求めすぎでもないかなみたいな。まあお父さんがそんぐらいだから、家とか車とかも考えたいのでって感じです。バレンタイン前日に振られて、でバレンタインだけもらってホワイトデー返さないでみたいな、もう一生会いませんみたいな、連絡とかも全部切られてみたいな、もうみんなにばらまいてます、あのそんな男だったみたいなバレンタインはあげなくてよかったです。まあ、振られることはまあ立ち直れるんで、自分はだけどバレンタインはあげなくてよかったチャンネル登録お願いします。